皆さん、こんばんはんずー。さあ、今日も元気に始まりましたワンズチャンネルでございます。皆さん、こんばんはんずー。いつもの通り、すいませんということでですね、大阪日本橋を拠点にして、パソコンのパーツを販売しております PC ワンズの公式ユーストリーも生放送でございますが、まずは、こちらの放送の、説明からさせていただきます。こちら、はい、ワンズチャンネルとは、大阪日本橋に店舗を構える PC パーツショップ PC ワンズの公式ユーストリーム生放送でございます。毎週木曜日9時から放送してございます。今話題の旬なパーツやおすすめ商品、その他各メーカー様の協力によりユーストリームの MC たちが実際にパーツを使用し紹介するという番組でございます。そしてアクセスマップですね、大阪日本橋ど真ん中、日本橋4丁目を北に約30秒、 PC ワンズはこちらで、堺筋大きい通りに面してございます。ぜひ来てください。そして、当店自慢のサービスですね、フルカスタマイズ PC 組み立てサービスでございます。お客様にパソコンパーツを選んでいただきまして1万円で PC 組み立ていたします。当店の熟練の、工場と、スタッフたちが組ませていただきます。綺麗に、ぜひぜひご利用ください。そして、当店裏にありましたエコワンズは PC ワンズ内に移転とさせていただきました。中古携帯を売るならワンズの方にお越しくださいませ。お、待機幅が狭くなってます。どうぞ続けて。はい、ちょっと、皆さん聞こえてますでしょうか。そして、はい、で、今日なんですけれども、普段、皆さんログインをされてないとチャットが打てないっていう風になってたんですけども、それを解除させていただきまして、皆さんチャット打ってるようになってるんじゃないかなと思うんですけども、よかったら打ってみてください。さあ、今日はですね、皆さん聞こえてますでしょうか。はい、間に合ったということで、音声とかもうちょい聞いて、はい、音声とかいかがでしょうか。皆さん聞こえてますでしょうか。こんばんはんず、皆さん。はい。お、元からできました。はい、打っているということで、はい。皆さん聞こえてますでしょうか。ちょいちょい止まる。どうでしょうね。はい、ちょっとかなり悪殺も集中してるみたいですからね。はい。天神祭り。はい。前からログインしなくてもいけたような、僕もそんな気がしてたんですけれども、そういったお声をいただいてたので、はい、はい、ということで、まずこちらから行き出していただきます。今が狙い目キャンペーン情報ということで、ワンズのキャンペーン、お買い得キャンペーンをご紹介させていただきます。まず MSI のマザーボード夏のボーナスセールでございますが、先週日曜日に終了だったはずなんですけれども、なんと延長いたしました。8月18日まで MSI のマザーボード対応 CPU セット購入で最大3000円引きでございます。例えば Z87M パワーマックスで3000円引き、 Z87G45 ゲーミングで1000円引きと、かなりお安くなっております。お買い得です。そして、ASUS Z87H87 チップセットマザーボードキャンペーン、 ASUS 対象マザーボード製品をご購入で最大2000円のキャッシュバックとなっております。例えば、マクシマス6ヒーローで2000円キャッシュバック、グリフォン Z87 で1000円キャッシュバック、お買い得ですね。そしてエルザのキャンペーン始まります。明日から8月18日まで、サック割、また来ました。キャンペーン第3弾、エルザのマザーボードで、エルザのグラフィックカードですね。エルザ対象グラフィックカードをご購入で2000円キャッシュバック、かなりでかい。GeForce GTX 780、2000円キャッシュバック。GeForce GTX 760、2000円キャッシュバックと、かなりお買い得となっております。MSI、すいません、エルザさんのこちらのパッケージかなり綺麗にできてますんで、ぜひぜひご覧ください。全部ツインファンになってますね。かっこいいですね。はい、そしてギガバイト Z87H87 夏の CPU バンドルキャンペーンといたしまして、期間中に対象となるマザーボードと CPU を同時購入すると最大で3000円のキャッシュバックが行われております。3000円のキャッシュバック、例えば GA の Z87XOC フォースが3000円キャッシュバック、500円キャッシュバックは GA の H87D3H など、なかなか多いキャッシュバックキャンペーンでございます。ぜひご利用ください。そして
PC ワンズ創業15周年突破記念第2弾といたしまして、7月8日から始めております。今月末まで送料無料キャンペーン、そして送料無料に対応しておりますのはスマホ、タブレット関連商品、フラッシュメモリ、フィギュア、キャラクター、家電、雑貨、LED、その他、商品代金2000円以上買い上げのお客様、送料無料でございます。頑張ってます。よろしくお願いします。そして、当店だけのスペシャル、マイクロソフト Windows XP から7 or 8乗り換えキャンペーンでございます。ちょっと難しいんですけれども、マザーボード、メモリ、CPU、ハードディスクご一緒、または SSD と電源、またはケース、それとプラスして DSP 版 Windows 7か DSP 版 Windows 8をお買い上げの時に、Windows XP のパッケージやインストールディスクをお持ちいただけましたら、3000円値引きいたします。でかいです。持ってる方、ぜひ持ってきてください。お買い得です。そして、当店、オリジナル、Windows ホームサーバー2011、売るぞ。今、Windows ホームサーバー2011をお買い上げいただくと漏れなく、窓辺ななみちゃんの水着バージョンのクオカードがついてきます。はい。詳しくは店頭スタッフにお尋ねください。そして、私、推したいキャンペーン、デジタルカメラ高額買取中でございます。デジタルカメラ、皆さん、余ってるやつ売ってください。本当に高く買い取らせていただいてます。そして、さらに下取り強化 10% アップキャンペーンをやっております。パソコンパーツ、周辺機器など、高額買い取る実施中でございます。ということで。はい。ちょっと駆け足でキャンペーン情報を申し上げましたが、いろいろお買い得なキャンペーンございます。そして今日は皆さんご覧にいただいて本当にありがとうございます。なんとスペシャルなスペシャルなスペシャルなゲストに来ていただいております。さあご紹介させていただきましょう。スペシャルゲスト、高橋俊哉さんです。どうぞ。よいしょ。こんにちは。こんにちは。すいません、こんばんはです。こんばんはんずー。こんばんはんずー。いやということで、はい、ついに来ていただきました。はい。名札も用意していただいてありがとうございます。ありがとうございます。来ていただきまして、はい。はい。今もうね、ギリギリで、東京からお越しいただきまして。いや、もうね、方向音痴なんですよ、実は私。あ、そうなんですか。でですね、難波駅で降りて、はい、13分ぐらいですか、15分ぐらいですか、はい、歩けば、はい、着くよと、もうちょっと近い駅もあるんですよね。はい、そうですね。はい。着くよと言われてですね、はい、なぜ俺は20分歩いても全然たどり着かないんだろう。20歩もあるからですか。20分以上歩いてる、はい、ね、あのね、こっちの要するに日本橋3丁目とか、はい、あの交差点、はい、あれが見えた時にね、はい、泣こうかと本当に、はい、ついに来たぞと、はい、あれですよ、翼よあれが日本橋の日だっちゅう世界で、はい、もう、はい、大変でございました。はい、ということで、たどり着いたんで、ありがとうございます。こちらこそ。はい、では、改めましてご紹介させていただきます。テクニカルライターをされております、高橋俊哉さんに来ていただいてます。ありがとうございます。ついに見れました。いやいやいや。まあまあ、はい、はい、長いことやってるだけのライターなもんですから。いやいや、そんなそんな、各記事面白いです、ね。いや、はい、じゃなくてね、はい、25年とかね、30年同じことやってるとですね、はい、結構、あれなんですよ。はい。なんていうんですかね、はい、微妙なポジションに至るんですよ。あ、はいはいはい。なるほど。いやいやいや、でも、微妙っていうわけではなくて、やっぱりパソコン業界ではですね、やっぱり、大分の高橋とか。いえいえ、一応こちらの方に。あ、はいはい、あ、こっちに出てるね。はい。でも、パソコン業界に関しては、もう、一二を争う有名人じゃないかと私は思ってるんですけれども。他の人は、もういいやって言って引退するんですよ。はい、私はしがみついてきたんですよ。いや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 、それはもう実力じゃないんでしょうか。ないです。しがみつく。石の上にも3年って言うじゃないですか。パソコン業界にも25年ぐらいいると、はい、意外とね、周りから人がいなくなるっていう、そういう世界で。なんというブラックな。いや、何でしょう。はい。ということで、いろいろ、はい、ド緊張常さんっていう。はい、いや、何をおっしゃいますやら。緊張させていただいております。はい。はい。秋葉と日本橋の違い。はい。では、早速ですけれども。
ちょっとトークテーマの方を決めさせていただきまして、ちょっと私とお話の方をさせていただこうかなと思っております。ではまず一つ目のトークテーマでございますが、秋葉と日本橋の違いということでですね、すいませんこんな感じでやらせていただいてます。あ、はい、ということでですね、はい、実は高橋さん、日本橋に来られるのがちょっと久しぶりということで。久しぶりなんですよ。あのね、はい、私の記憶が確かなら、はい、そのイベントだとかで来るのは、はい、ですね、Windows Vista か、はい、Windows Vista と思うんだよな。と言いますと、そしたらもう6年ぐらい前ですよね。ね、はい。で、はい、来たんですね。はい。仕様ではちょこちょこは来られてるってことですか。仕様ではね、その間やっぱり 1,2 回ぐらいは来てるので、はい、あれですけども、それにしてもやっぱり何年か空いてるんで、すごいあれですよ、あの日本橋だから久しぶりっていう感じですよね。はい、ちょっと雰囲気もやっぱり変わってらっしゃるのは、はい、変わってるのが分かっ、物の見事に変わってますね、はいはい、やっぱりその実は秋葉原、はい、もうあの先行してるってわけじゃないですけど、はい、そのオタク系のショップがどんどん増えてって、はい、で、あとね、これも面白いなと思った外国人の観光客の方が増えてる。そうですね、はい、そのままこうしてますんで、はい、さあ皆さん聞こえてますでしょうか。ただいまワンズ、はい、聞こえてますでしょうか。はい、皆さん広告を見てる最中なんじゃないかと思いますけど、はい、謎の横揺れということで、はい、はい、いけますかね。どうですか、ね、はい、おかえりですね、はい、戻ってまいりました、はい、はい、ちょっと今日調子悪いみたいです、申し訳ありません、ですがお話の方は続けさせていただきますということで、外国人、あ、すみません、あのメイドさんが増えて、いや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 、で、はい、だからそんなに人気ナンバーワンのお店だったら、はい、秋葉原でずっとやってますよ、はい、そう、はい、ということはその秋葉原のこういろいろ、まあ実際そうかもしれないですからね、あんまり言いたくはないですけど、はいはい、秋葉原もですね、はい、メイドのクオリティの低下が、クオリティが低下なんですね、一大問題になりつつあります、はい、一大問題なんですね、そこまでなんですね、はい、そうなんですよ、はい、いかんとあのままではっていう、そういうふうに評論されてるわけですね。いや結構行かれてるわけですか。そんなことないですよ。あ、なわけでもないです。あの、ね、初めて秋葉原にメイド喫茶が1軒か2軒できた時に、はい、取材に行けって言われて、はい、取材に行ったんですよ、はい、でこの頃はまだ若かったんで、上下はい、陸上自衛隊の迷彩着て、はい、で行ったんですね、はい、だからカチューシャつけさせられてすごく謎な感じになったわけですね、はいはい、当時はでもあれでしたよ、はい、そのまだウイウイしかったですよ。あ、ちょっとそのたどたどしくコーヒー持ってきてくれたりとか、はいはい、でみんなあれだったという、あの事務所所属 の、 あのタレントの卵だったという、はいはいはい、世界ですよね。 あれからどんどんこう違ってこう一般、はい、一般公募された、はい、あのメイドたちが増え、はい、で、こう量が多くなって蘇生乱造されて、やはりそのクオリティが落ち、はい、はいはい、またそうですね、その扱おうという業者の方も、はい、なかなかいらなかった、はい、なんでこう日本橋の方もそういうことが起きるんじゃないかと危惧しておりました。そうですね、はい、まあもうすでにちょっと、あ、なるほど、ね、歩いてたら、可愛いメイドさんたちがお声をかけてくださるというイベントが発生しておりますので、秋葉原で普通に歩いてて愕然としたのがガンタックみたいなあのメイドがうろちょろしたにちょっとびっくりしましたけどね。その体型的なお話ですか。体型的なお話ですね、はい、いやいや、それはそれでまたね、そうですね、はい、ムチにもいいですよね、いい感じの、はい、こう人それぞれです、はいはい、そうですね、他に、まあ、また、うん、あと、ただだけどはい、おさあ来たかな皆さん、広告の方は見えてますでしょうか。あ、お帰りと、ありがとうございます、ありがとうございます。今これ広告流れてるんですね。はい、広告が20秒ぐらい、はい、はい、皆さん帰ってきてますか。はいはい、すいません、ただいま戻りました。ガンタンク以降ですね、はいはい、ガンタンクのところへんからちょっと話をつなげて、そうですね、はい、大変申し訳ありません、めっちゃございません、はい、はい、ではお話の方続きさせていただきます、まあ、あのガンタンクはまあ置いとくとして、はい、置いとくとして、はい、あの
日本橋の方が秋葉原よりも、はい、その電気的な比率が高いような気がするんですよ、はい、あの携帯であったりとか、はい、まあ、いろんなセカンドハンドでも何でもいいんですけど、はい、その秋葉原っていうとなんかもう表通りとかなんとかがその、はい、電気的な雰囲気がかなり落ちてきて、あ、そうなんですか、あの家電も含めて何も含めて、はいはい、ま、あの一部 の、 あの有名なところはあの頑張ってやってるところもあるんですけど、はい、特にねパーツショックが、パーツショック、薄れてきましたね、はい、はい、そうですね、それはパソコンパーツもしっかり、まあ、電子部品も、そうですよね、はい、そうですね、そうですね、まあ、言っても、まあ、日本橋も少なくなってきちゃってるんですよね。で、あの逆、まあ、その辺もちょっと少なくなってきてるのも悲しいんですけども、ね、逆に増えてきてるものもあるんですよ、日本橋には。なんですか？あの、ゲームセンター。ゲームセンターが、こう、つかむ系のゲームセンターが、いくら小さい店舗でも、その UFO キャッチャーを入れてっていうお店が増えてるんですよ。そうなんだ、はい、秋葉原だとね、はい、ゲームセンターは有名なところが、はい、あの 2,3 箇所あって、あとはちょこ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 あるだけなんですけど、はい、本当大きなのっていうのは私の知る限りでは1箇所か2箇所ぐらいしかないですね、はい、でここのうちのナンバー周りでしたら、まあ、セガとナムコが2つできたり、はいはい、まあ、3つですかね、ゲームセンターはかなり多いんじゃないでしょうか、でもう掴むだけ の、あのセンター、クレーンゲームの、はい、あのお店が小さいのがちょっと無数にあるという感じですね、でそれは一つ一つでしっかり売れてたり、まあ、潰れたりもしてるんですけれども、そういったお店が多いですね。アニメのフィギュアとか、そうですね、そういうものが入ってて、はい、でこうなんか特殊なテクニックを使わないと取れないみたいな、はい、あで、まあ、何かちゃんのキャラクターが、はい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 、寝袋が、抱き枕の方が、抱き枕、寝袋、はい、それは中に入るから、ね、それは、いやいや、はい、まあ、そんなのが増えてて、あとはちょっとあの成人向けな、DVD のお店とか、成人向けの DVD ですね、はいはい、のお店がすごく増えてるっていう感じですね。なんで年金のお店がちょっと増えることはちょっと今はない状態かなと。まあ、それはしょうがないかもしれないですね。ね、というのが違いという、はい、ところでしょうか。はい、出てきましたね。ちょっとお話とか見てみましょうか。はい、DVD だとスマホケースや、確かに。スマホね、スマホはやっぱりその秋葉原でもガン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 増えてるので、はい、まあ、加藤競争を、はい、真っ只中です、ね。真っ只中で、はい、その今結構ケースとかのアクセサリー屋さんがちょこちょこ増えてるんですけども、それも結構たくさんあるという。あのね、アクセサリー屋さんはいくつか当然あるんですけれども、はい、どちらかっていうとその、携帯ショップで、はい、一緒に買うっていうパターンが多いみたいですね。ああ、じゃあもう携帯ショップがあってそこにアクセサリーがもさーっとあるという、はいはいはい、あります、あります、あの、はい、こう一面こうダッとあの携帯がスマホが並んでるんですけど、はい、その下2段ぐらいが全部アクセサリーになってて、はい、こっち側見たらあのアクセサリーのやっぱりコーナーがドカンとあるっていうパターンはありますね。ケースとか売れるんでしょうかね。はい、こう何て言うんですかね、保護の、はい、バンパーみたいなものっていうのは、はいはい、例えばあのアビーさんがやってちょっと話題になったやつとか、はい、ああいうのっていうのは確かに保護機能があるので、はい、あのあ買おうかなっていう人も多いですし、はい、今はそれでもうパチッと止めるようなタイプで、はい、あのそれこそ1000円とか980円で売ってるやつ、はい、ありますね、あれとりあえずそのこう汚れ、はい、あの防止にやっとこうかみたいなところもあるんで、そうですね、でまた色もありの形もありのデザインそう、はい、ありの柔らかさもありだという、はいはい、もう本当に揃えるのは大変なアイテムの一つではありますけどね、まあ、はい、もうダンと男だったらって、まあ、女だったらでもいいですけど、はい、そのまま素でガー使えみたいな、はい、ちなみにあのケースはされてるんですか？ケースはしてませんよ私の、はい、私のね、あのほぼ、はい、ちょっとあじゃあ、あ、どうぞ、はい、ちなみに私もしてません。ガッと使うタイプです。最強の最強のプロテクターシールですよ、はい、ちょっとサブを行きましょうか、最強のプロテクターシールですよ、はい、もう剥がしたことがないっていうこれ最初のシールまんまですね、まんまですね、しかも擦れてもないですよ、擦れてもないです、ソニーエクスペリアでございます、エクスペリアですね、はい、はい、これ貼っとけば傷がつかないっていう、はい、私のも、まあ、あの裸でやっておりますけど傷はついてますけど気にしません、はい、そう気にしちゃいけないですよ。そうですね、
どうせだって2年ぐらいで買い替えちゃうわけだし。そうなんですよね。僕でも、ね、高橋さんも結構好きで、あの、はい、シムフリーの分も、はいはい、あれやこれやとお買い替えになられてる、はい、台湾に最低でも年に1回は行くんで、はい、そうするとあの最近はもう日本と同じものが手に入るんで、はい、しかもシムフリーなんで、そうですよね、あのやっぱり買っちゃう時は多いですね。そうですね、シムフリーから、はい、シムフリーから、あ、ちょっと話が移って、最近のガジェットについて、ガジェットについてついてということで、ガジェット、はい、そう、台湾のお話が出ましたが、台湾のお話もちょっとお伺いしてもいいですか。はいはいはい、はい、台湾に行って主にどういったことをされるのかという、エビ釣り、台湾に行く目的はエビ釣り、エビ釣り、そのついでに、はい、コンピュータクス台北っていう、はい、あの世界最大級のコンピューターショーに行ったりそっちがついでなんですか。あとメーカーに取材したりとかですけど、はいはい、基本はエビ釣りです。あ、あの、はい、釣り堀みたいな、あの室内 の、はい、あの釣り堀みたいなこう水槽っていうか、本当プールみたいなのがあるんですよ、はい、なんか何でしょう、温室みたいな、温室っていうかね、本当に屋根だけで、はい、あとはもう吹きさらしで、はい、そこの中に2つぐらいこう、はい、プールみたいな水槽、大きな水槽があるんですね、はい、でそこに竿を借りてこう釣るんですよ、はい、エビを。それが面白くてたまらない、たまらない、もう十何年前から、はい、あ、そうですか。毎年行ってこう、毎年行ってそう釣って、釣っては焼いて食い、釣っては焼いて食い、はあ、その面白さというのはどこら辺にあるんでしょうか。ですね、黙ってて済むっていうと言いますと、お一人で行かれるということですか。いやいや、結構何人かと一緒に行ったりするんですけど、はいはい、集中しているように見せとけば黙ってればいいっていうそういういろいろな大人の事情がありましてなるほど、まあ、楽しいですよ、はい、普通の釣りと一緒です、はい、浮き見ててこうポッと沈んだら、はい、こう合わせていく、なかなか釣れなかったりとかね、はい、1匹ずつですか。1匹ずつサビキみたいな、サビキでね、はい、2本ついてるんですよ、はいはい、でそれで2本かかることはほんと少ないんですけど、はい、2本かかると、はい、かかった状態でおばちゃんのところに、はい、受付のおばちゃんのところ持っていくと、はい、ドリンク1本くれるっていう、はい、そういうドヤーっていう、そうですよね、じゃ好きなの持ってきなって、ってそのドリンク格別出そうですね。そう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 、はい、いやもう完全にこのガジェットの話からそれてますけど、それは楽しいですよね、この話は。まあまあ、それは置いといてですね、はい、置いてきますか。コンピテクス台北っていうのが年に一度、はい、6月の上旬にありまして、そうですね、今だとセビットっていうドイツのハノーバーで行われる、はいはい、コンピューターショーと並んで、世界2大コンピューターショーっていう、はい、そういうふうになってるんですが、はい、セビット、3月、はい、コンピテクス台北6月っていう形であるんですけどね、はい、まあ、そこで新製品であったりとか、例えばそれこそ世界にこれから出るであろうガジェットみたいなものが、はい、集まりますよね、はいはい、だから去年おととしなんて非常に面白くて、はいはい、もうどこ行ってもパッドが売ってるんですよ。パッ、ああ、ね、はい、タブレットが、はい、タブレットが、タブレットが売ってて、はい、でそれもどれもこれも似たような感じで、そうですよね、はい、でまあ、いわゆる中華パッドという、はい、やつですね、はい、でそういうのがあって、はい、今もうタブレット全盛になってるじゃないですか、はい、だから要するにコンプレックス台北で、はい、ずらっと並んだらいずれは入ってくるんですよ、うん、はいはいはい、で、はいはい、例えば去年あったのが、GPS 付きの、はい、ちっちゃいスポーツカメラ、スポーツカメラ、ヘルメットのところつけたり、ね、ハンドルのところつけたり、アクションカメラですね、アクションカメラですね、うちでも何種類か使ってますけれど、はい、そういうやつっていうのがずらっと出てきてたんですね、はいはいはい、今は乱立という感じですね、はい、そうですね、はい、で、まあ、ちょっと有名ブランドとかもありますけど、はい、そういうのを真似たやつがずらっと出てきてて、はいはい、で、そういうのっていうのが今入ってきてっていうので、はい、じゃあその今年のコンプレックスタイプはどうだったかっていうと、はい、パッドの話するからってパッドの話だ NG らしいです。いや、そうです。パッドの話やめてください。いいです。しましょうしましょう。はい、せっかくいい話だということで、はい、お話いただいてます。はい、皆さん見えてますでしょうか。広告挟まってませんか。大丈夫でしょうか。いいですか。いいですかね。いいでしょうか。はい。はい、ということで、ちょっとちょうど今日は天神祭りの花火と重なってるらしいので、はい、なるほどね、はい、ちょっと待機かなり細いかもしれないんで、ちょっとうちもそれも負けないように花火のように打ち上がっていきましょう。天神祭りの花火には負けますからね、いくらなんでも。わかりませんか、これ脱いでみましょうかっていうの。脱いだらちょっと
区別がつかなく、はい、まあまあそれを置いておいてですね、はい、だから今年はねそんなにすごい目立ったっていう、はい、まあ、これはっていうところはあんまりなくて、はいはい、3D プリンターっていうのも、はい、そんなに数はなかったです。数はなかった、ただし、まあ、これからはたくさん、いや来るだろうと来ますね、はい、はい、でその一気に低価格が進んだので、そうですね、来ましたね、はい、日本国内でも例えばそのさっきも言いましたけど、はい、アビーの社長の坂口さんが、はい、新しい会社を起こして、3D プリンター始めますね。びっくりですよ。びっくり、びっくりですよ、はい、本当に。3D プリンターだけたくさん揃えられるってことですか。いや、はい、開発元、メーカー。あ、開発されると。そうなんですよ。で、はい、3D プリンターも、あれ言っちゃなんですけど、はい、いかにそのノズルって言って、はい、なんていうんですか、紐状の樹脂を、はい、ノズルで溶かしてそれをピッ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 と置いていく、はい、置いてきますね、基本的な、はい、構造なんで、はい、それをいかにこう正確にノズルを動かすかっていうのがツボなんで、はい、それさえできればあとはもう骨組みみたいな状態でも大丈夫っていうところがありますので、はいはいはい、これ意外と面白いことになるかなと。そうですね、言ったらもう 3D プリンターっていうのはもう世界の経済を変えかねない、うん、設計図さえあればどこでも何でも作れてしまうっていう、そうですね、そういったものになりますから、はい、要はもう国境とか越えてしまう、もう行く先々それがあればもう何でもその手元で作れちゃうわけですから、頑張るよ。はい、頑張ってます。頑張ります。頑張ってます。すいません、お願いします。はい、復帰ということでまた戻ってまいりました、はい、すいません、はい、何度でも戻ってきますよ。はい、私も何度でもやらせていただきます、本当にありがとうございます。何度でも来ます。はいはい、で 3D プリンターのお話ですね。 3D プリンターですね、はい、だからその、はい、データをその専門に作る人っていうのが出てきて、はいはい、ただけどここがデジタルデータの怖さで、はい、同じものが配布されるっていうことになってくるんで、はい、そこでどういうことが起きるかっていう、そうですね、まあ、もうこれまででもあったコピーのなんとかの問題っていうのはたくさんありますから、はい、はい、まあ第三者的に見るとこれは面白い状況だなっていうふうに思うんですけど、はい、その著作権を管理する側としてはもう大変だろうな。もうヒヤヒヤですよね、これは、はい、もう本当にデータっていうのは、ね、扱いが難しいですから ね、はい、まあ、あとはそのガシェット、はい、ガシェット、ガシェット通信、はい、違うな、あるサイトの名前じゃないですか、今期のアニメではあれですね、はい、金色モザイク一押しですね。ガシェガシェットじゃないか、はい、これは、はい、今期のアニメ僕はあんまり見てないですね。あ、そうですか、もう、はい、かれこれ40年以上アニメ見てるんで、はい、もう今更止めようって気もないので、まあ、私が、はい、私が若い頃ってかガキの頃はテレビ漫画って言ってましたけども、テレビ、あ、テレビ漫画ですね、はいはいはい、テレビ漫画って言ってないんですよ、まあ、今更止める気もないんで、はい、金色モザイク、金色モザイク、そのいいところっていうのは、いいところっていうのはですね、はい、Windows 8応援キャラクター、はい、窓辺 U&I、はい、窓辺優のキャラクターボイスあってるですね、西飛鳥さん、西飛鳥さんが主役の、ね、主役の、はい、はい、おめでとうございます、おめでとうございます、はい、超天然の子ですけどね。あ、そうなんですか、はい、お話しされたんですが、そういえばイベントで一緒にされてましたよね、はい、ということで応援しておりますので、はい、はい、頑張ってね、応援されております、はい、はい、ちなみに愛ちゃんの方なんですけれども、はい、うちにサイン会で来ていただいたことがあるんですよ。田村奈緒さん、はい、田村奈緒さんの方ですね、はいはい、田村奈緒さんの方もいろいろ頑張って、はい、あれされてるんで、そうですね、あゆらの、ま、うん、あゆらの、3人のうちの1人は当 当てられてましたね、はい、まあまあ頑張っていただきたい、はい、ぜひぜひお二方には頑張っていただきたいと思います、まあ、ガシェットそっちはあんま関係ない、はい、まあまあ、はい、さっきの Windows、はい、あ、Windows じゃなかった、 3D プリンターのことでちょっと言い忘れたことがあって、はい、Windows 8.1 が正式サポートするって言ってたよね。らしいですね、はい、これでどうなるかっていうのがちょっと僕には展望がわからないんですけれど、まあね、ここだけの話で、はい、まあ、これは他言無用なんですけど、はい、まあ、3D プリンターサポートするんだったらスタートボタンちゃんと出荷させてよっていうのは、ね、正直なところである、ね、すっごい勘違い、はい、してるの私の知り合いにもいて、はい、Windows 8.1 入れたら昔ながらのスタートボタン使えるんだよな、ちょっと違うんだと、ちょっと違うんだ、はい、昔のは戻ってこないんだっていう、いうのは言ってるんですけど、はい、まあいろいろもうプレビューで来てるので、そうですね、まあ、はい、いろいろ使ってみて、まあ、楽しくはやっていきたいんですけども、はい、果たして 8.1 どうなるか、
そうですね、8.1 だってガシャツのうちの一つって言えば、はい、そうですよね、もうそうですね、タブレットとかでこれから盛り上がってさえくれれば、うん、もうガシェットになりおりますし、はい、あれ本当にそのアプリとか揃ったら、うん、あの絶対面白いと思うんですよそうですね、はい、あとはその直近 の, その PC パーツ系のもんでいうと、はいはい、ハズウェルが、そうですね、出ましたね、ハズウェルが出ました、出ましたハズウェル、はい、なんかあれ来ましたね、ハズウェルがですね、これがまたなかなかですね、はい、アイビーブリッジとあの露骨に比較されたちょっとかわいそうなという、まあそうですね、はい、ちょっとねハズウェルの目的っていうのが、はい、あのどちらかっていうと省電力をその、はい、そうですね、さらに追求して、はい、あとそのグラフィックの強化っていうところに走ったので、そうですね、はい、アイビーブリッジと比較して上がりづらいっていうのがあるんですね、そうですね、はい、で例えばそのアイビーブリッジの Core i7 の 3770K、はい、と、それから、ハズウェルの、Core i7 の 4770K を、はい、TDP ベースで比較すると、はい、あの省電力になったっていうのになんでちょっと上がってるのって話になっちゃうんですけど、 そこを伝えるのはすごく難しいんですよね、店の方としても、あれはあくまで TDP という世界なので、はい、中の GPU もフルパワー出してるっていう状況なので、はいはい、そうすると GPU は、はい、あのパワフルになってて、しかもその要するに省電力とかって関係ないところのトップ性能を追い求めたときにちょっと高くなるよっていう、はい、まあ、いわゆるグラフィック分ですよね、そうですね、はい、そういうことが起きているので、はい、そうなってしまうんですけど、実際に普段使う分 の, その省電力サスペンドとかそういうのを活用した場合には、はい、もうハズウェルの方が圧倒的に省電力、そうなんですよ、圧倒的、これに関しては前回のマンズチャンネルの方でもうあの検証をいろいろさせていただきまして、はい、電力に関してもしておりまして、あの本当にアイドル時 の, あの低さっていうのは一応証明はさせていただいておりますので、はい、まあ、良さっていうのはやっぱり省電力性と、まあ、あの CPU の性能自体は 10% ぐらいアップ の,、うん、あのグラフィックの性能は 1.5 倍というのはあの、はい、証明の方はしております、そうですね、はい、まあまあそんな感じでございましてね、はい、あのハズウェルもちょっとかわいそうなんですよ、だから Windows 8の方も実はそのかわいそうで、はい、あんだけ起動が早い終了が早い、そうです ね、はい、驚きですよね、はい、でアプリの切り替えも早いっていうのがその、はい、実はそのスタートボタンないじゃん以上終わりでいや、スタ僕のスタートボタンお食べみたいなそれは新しいスタートボタンだアンファーマムみたいな、そういう世界でやってもらえれば、はい、ほぼ Windows 7と同じ環境でバカッパイの OS が手に入るっていう状況になるんですけど、はい、そうですよね、はい、それが、ね、なかなか、ね、伝わらなくて、はい、まあ、それはあのお前みたいなライターの責任じゃって言われたら、それは、そんなことはないですね、実際僕らも使ってみてすごく使いやすい OS っていうのは分かってますし、はい、早いんですよ、うん、ただちょっと僕一ついけなかった点がありまして、はい、あるゲームが動かないっていう、それはね、それは、はい、はい、伝えておきます、あ、はい、そう、はい、そうなんですか、はい、伝えていただけるんですか、後でタイトルちょっと教えてください、はい、はい、僕が大好きなラリーのレースゲームです、ありました、あの後で言っていただければ、はい、そうね、あのうちのベンチマーク、ゲームのベンチマークを測ってる分の一つだったんですけど、はい、それがちょっと動かなくなってしまって、はい、ちょっと悲しいなって思いました、はい、ただそれを除けばもう素晴らしい OS だと思います、お、はい、i7 クラスのオンボード GPU いらないからっていう話がありますね、あ、で確かにね、その i7 入れるぐらいの人になると、はい、その内蔵いくらあの GT3E であろうと、はい、ちょっとやっぱり物足りなくなって、もう男とはまたタイタン入れろみたいな、はい、そうですね、なかなかもうね、皆さんも好きですからね、はい、タイタン2発ガシッて入れて、はい、SRA 組んだらもうとりあえず誰にも負けないっていう、まあまあそこら辺はね、はい、ありますからね、そうですね、うちのね、ちょっとあの企画でちょっと、はい、あのパソコンの方を自慢していただくという企画が、あのオレフルグランプリっていうのがやってるんですけど、はい、それの投稿者の中にも、あの、780 2枚つけましたとか、はい、タイタン2枚つけましたと、素晴らしい、690 2枚つけました、素晴らしい、アレス2 2枚つけましたとかっていうのもよく来てるので、またそれについても後でちょっとご紹介していきます、はい、そういうその正面からドーンっていくのも、はい、あの非常にいいですし、はい、あとそのちょっとねカーブ投げるのもいいんですよね、はいはいはい、だからあのこう例えば、はい、ビデオカード入れなければ結構フラットにできるじゃないですか、はい、だからどこまでスリムにできるやろうみたいな、そうですね、世界とかね、はい、そういうのも面白いんでね、そうですね、まあ、CPU の方は結構ストレートに来てるんですけれども、ね、マザーボードの方がちょっとあのメーカーごとの特色を出してきてるなというのが思ってきましたね、うん、そうですね、
あのこの間、はい、あれなんですよ、あの G1 スナイパーじゃなくて K1、 ギガバイトの、はい、あれあのレジまで持ってって4万円ですよって言われた時にえって思ったんだけど、はい、それをまあ置いておいて、はい、あの買ってきたんですけど、はい、あのオペアンプを交換できるんですね。そうですね、交換できますね、はい、あれだとかね意外と面白いなと思って。そうですよね、はい、オンボードでああいうことができるっていうのは意外とそのちょっといいですよね。そうですね、前はあのサウンドカードバス3入れなきゃいけなかったんで、はいもう本当に今マザーボードで何でもしようっていうような方向になってますけども、うん、ただちょっとメーカーで違ってきてるのが、例えばちょっとアスロックであればちょっとホームエンターテインメントにちょっと向けて作られてきたという、あのちょっとそちら向けのものは HDMI のスルー機能がついてるとか、うん、はい、まあありますよね、はい、あとはちょっと個人的に期待してるのはあれですよね、はい、だから GT3E を乗っけた、GT3E を乗っけた、はい、乗っけた、はい、あのオンボード CPU オンボードの、はい、要するにコンシューマー向けの、そうですね、あってさらにマザーボードがちっちゃくて、ちっちゃくて筐体がちっちゃく、まあマイクロ ATX か、はい、ミニ ITX で、はい、NUC で言わないんで、はいはい、そこら辺で出してきてくれれば面白いなっていう、そうですね、はい、まあその辺もちょっとね、あの結構うちのメーカーさんが、あのゲストに来られるんですけども、はいはい、あのゲーミングのミニ ITX 作ってくれないか、うん、みたいな話もしたりもしますけど、ね、それはもうぜひやっていただきたいですね。そうですね、はい、メーカーさんご覧になっておりますでしょうか。メーカーさん今いらっしゃいますでしょうか。いらないですか。はい、あのぜひぜひちょっとそちらの方をお考えいただければと思います。はい、はい、ということで、あ、ちょっともう話、ここに入っていったと思ったんですけど、今後の PC パーツ業界についてということで、はい、もうその話入ってました。すみません、はい、今後の PC パーツ業界について、ですね、はい、どっちがいいかな、どっちもというのは、なんていうのかな、あの虚構に満ちたあの上辺だけの明るい話と、はい、あの現実を直視した、はい、それでも俺たちは進まなきゃいけないんだっていう、はい、話とどっちがいいかな、ちょっと皆さんどちらが聞きたいですか、はい、よかったらチャットの方にお書き込みください。はい、じゃあ石作ってる人、石、それは A のさんですね。まあまあそれは置いといてですね、はい、あのですね、正直言って厳しいです今、はい、そうです、ぶっちゃけた話をすると、はいはい、であのみんな厳しくて、その、はい、安倍のなんだかっていうのはまだ我々のところまで来てないっていうのが正直なところですよね。はい、そうですね、はい、でまあ、あのトヨタの重役さんあたりでね、あの自作大好きっていう人がいてくれれば、それはもう、はい、買って買いに来てくれる、はい、そういう人は多分ね、あのアベノミクス関係なく買いに来てくれると思うんですけど、そうですね、はい、あのまだはっきり言って下の方には来てないっていう状況の中で、はい、あのさらにこう厳しさを増しているのは、これはもう皆さん言ってる通り、はい、携帯電話であるとかタブレットの方に予算を取られて、はい、あの PC のパーツに回せない、ね、もうその辺ちょっと出てきてますもんね、はいはい、っていうのがあって、はい、でこうやっぱりね厳しいんですよ PC パーツという意味では。はい、でただそのまずこれ一つ重要な点があって、はい、そのトレンドって波があるってことなんですね。はい、はい、で今あの携帯タブレットって来てるじゃないですか、はい、で、まあ要するになんかこんなようなあのグラフになっちゃいますけど、はい、携帯タブレットが上にガーッと来てる時に、はい、あの例えば PC DIY とか PC パーツがこう下に来てるとしたら、はい、ただ PC 要するに携帯タブレットが下に降りた時にはっていうこともちょっとは想像的、そんな簡単なもんではないですけど、そうですね、はい、であともう一つがその今、とりあえず、はい、ワイヤレスで、はい、フル HD 接続が、はい、大画面テレビにできるようになって、はい、携帯やタブレットで、はい、例えばそうですね、あのコールオブデューティーぐらいのゲームがプレイできるようになれば、はい、多分そのデスクトップの PC いらなくなるような気がするんですよ。そうですね、はい、でインテルさんだとか今一生懸命ワイヤレスであのこう 画面を飛ばすっていうのはやってますけれども、はいはい、じゃああれが普及してるかってことはまだまだ普及してなくて、そうですね、なかなかどっちにとっても敷居が高いですよね、うん、はい、だから今だとミニ HDMI でっていう世界になるじゃないですか、はい、で、あ、じゃあつなげられますで、はい、フル HD 出力できます、はい、じゃあここでコールオブデューティーなり、はい、なんだろうな、クライシスとかと、はい、まあレースゲームでも結構ですけど、そうですね、はい、あれがそのこうなんて問題なくカクカクもせず使えるかって言ったら、はい、これはないので、ちょっと今はそうですね、ないですね、はい、そういった製品入ってきてましたよね。
そういった製品入ってきてましたよね。ワイヤレスで HDMI つなげるっていうの。はい。HDMI はですね。はい。ちょっと別の話してました。はい。はい、だからそういうものができてきて、はい、でなおかつその、まあ、あの将来的にはそのクラウドっていうのがストレージのメインになってくるでしょうから、そうですね。はい、ストレージは気にしないです。はい。ストレージは気にしないですけど、はい、あのそういうような環境が整ってくれば、もうデスクトップ PC もそろそろ引退かという話になるかもしれないですけど、あとやっぱりそうだな、はい、5年、はい、うん、5年はかかるでしょうと。そうですね、ね、まあ、でも本当に好きな人はまだ多分やめはらないと思いますけれど、やめないです、はい、っていうのがその5年分でデスクトップ PC がどこまで進化するかって言ったら、はい、確実にですね、はい、10年前のスーパーコンピューター超えてくるはずなんですよ。そうですね、はい、すんごいことになりますよ、はい、でまあ、そこまでねインテルと AMD が付き合ってくれればいいんですけど、はい、例えばそのインテル AMD がじゃあ今週もういいやって言うじゃないですか、はい、だからベンチャーが来ますから。あ、なるほど、だってそれを狙ってるんですもん。そうですね、だから多分そういうことをしないためにそのインテル AMD もちゃんとブロックしてくれるんですね。はい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 、で、はい、5年後、はい、たらもうあれですよ、スーパーコンピューター使いですよ、皆が、皆さんがスーパーコンピューター使いになる可能性もありますし、実はもう他のメーカーの CPU とかマザーボードとかででき始めたりとか、はい、まあ、実はもうマザーボードっていうくくりがなくなってるかもしれないとか、うん、そういった世界になってるかもしれません、ね、グリッドコンピューティングとか、あの、はい、そういう世界で並列処理っていうのをしていけばね、はい、あのどん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 こうすごいことになってくるし、あのね、ベタな話をするとですね、はい、やんごとなきデータをですね、はい、クラウドに上げたくないんですね。はい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 、こうサムネイル見ただけでこういう状態になるデータとか、はい、クラウド上げたくないんですよ。そうですね、はい、いや、あのこれはあれですからね、はい、私名誉のために言っておきますけど、はい、あれですか、性的なもんです。はい、いや、これ名誉ないなってないそうですねそうですね、なってないですね、はい、まあ、それは置いといて、はい、でローカルのデータっていうのも実はものすごい重要で、はい、そうですね、はい、で、あとはですね、あの2000XX 年、あの、はい、人類は滅びたとかって言って、はいはい、まあ、それは置いといても、はい、まあまあ、残ってるそう、はい、要するにインターネットが繋がらなくなった気がするのっていう、はい、そうですね、はい、まあ、そこまで その 2000XX 年ね、あの、はい、汚物は消毒だって言ってもしょうがないんで、キャッハーって、例えば1週間、はい、インターネット繋がらなくなりましたって言った時に、はい、じゃあ1週間そのクラウドにアクセスできないからっていう話になっちゃうのって話ですね、はい、そうなんですよね、だから、はい、ローカルにもある程度残しておきたいなっていうのは正直なところあるんで、はい、だからそうなってくると SSD ってのはさらに進化して大容量になるでしょうし、そうですね、はい、あとはね、はい、最近はね、その昔みたいなドッカンドッカンっていうオーバークロックじゃなくて、はい、どちらかっていうとその、省電力で、はい、静音できっちり動いて、はい、安心して使えるマシンっていうのがやってきてるんで、はいはい、そういうところっていうのももしかしたらどんどん伸びていく可能性はありますよね。そうですよね、実際今皆さんにもかなり浸透しつつありますしね、実際あの僕 あのよくお話しさせていただいているお客様なんですけども、あの家に4台、はい、職場に4台パソコンを置かれてて、はい、全部すごいグラフィック積んでて、水冷を組んでる組んでるで、はいはい、でそのお客さんに、あのちょっと面白半分で言ったら変ですけども、ワットチェッカーをおすすめしてたんですよ。でワットチェッカーをおすすめしたら、あの2ヶ月後会った時に、全部パソコン変えたわっておっしゃってたんですよ。あんなにその1本200ワットとかやってて、こんなに使ってると思わへんかったわっておっしゃってて、で全部その省電力な CPU が920とか、Core i7920 とかであれば、あのセレロン G1610 にしたわっていう、そういったお客様が実際いらっしゃいました。ワットチェッカー面白いですよ。あの実際にはね、はい、あの例えば1500ワット の, あの電源ユニット積んでも、はい、実際に1500ワット出してるわけではないんですけど、はい、あの800ワットでも普通にこう使ってる中で、はい、どんどん室温上昇してきますからね。そうですね、はい、あれは意外と電気ストーブ的要素は強いですよね。強いですね、はい、意外と意外と、はい、断熱性、私の部屋仕事部屋って、はい、断熱材がいっぱい入ってるのが、あの今の普通の家なんですけど、はい、音が漏れないように、はい、防音になってるんですよ、はいはい、で二重の断熱になってるんですね、はい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 、そしたらですね、はい、すっごいどんどん温度上昇していくんですよ。びっくり、はい、
で、なんだこんなに暑いんだと思って、はい、まだ4月なのにと思って、はい、温度計見たら32度とかって言って、すごい暑いじゃないですか。そうですよ。夏じゃないですか。でそれあれですよ、メイン PC1 台動いてるだけですからね。大変ですよ、もう。そうですね。熱が抜けるところはもう全然ちょっとないわけですけどもね、だけ。まあそういうのもあるんでね、はい、まあそういった意味でもハズベルっていうのを、ハズベル、はい、SSD、はい、あ、それからまあ、 あのビデオカードはまあどうするかっていうのはね、人それぞれですけど、まあ、そうですね、はい、ハズベル対応電源ユニット、はい、ここら辺で組んでやれば、はい、ガクンと落とせるんじゃないですか、多分。その通りですね、実はもう高圧とかよりか熱出にくいですから、はい、全然、はい、そうですね、はい、はい、実際もうその熱が出なかったら夏の間とかクーラーの料金も下がるわけですから、総合的にやっぱり省エネになるっていうのは間違いないですしね。だから省エネになって快適になって、はい、で電気代もお得ですよっていう、ささやかなんですけど、みんな、はい、そのささやかの積み重ねっていうのが実は人としての幸せなんで。深い。いや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 、いいことをおっしゃいましたよ。本当です。茶柱立ってると。今日も立ってるみたいな。立ってる、今日だって、昨日も立ったよなみたいな。なんか仕込んでやるみたいな。あれ、おもりついてるみたいな。はい、そういう。茶柱3本ぐらいね。そうですね。今日3本だとか。なんか虚しい。そうそう。まあ、そういった積み重ねですよね。そういうことっていうので、はい、着々と快適なマシンってできてくるんですよね。はい。でこうあるところで、はい、まあ、普通の人だともういいやって言って2年ぐらいもそのまま使い続けるみたいな、はい、私の経験上言うとですね、はい、24時間稼働マシンでだいたい2年でパーツ変えていけば、はい、ほぼノンストップマシン、まあ1回電源を落とさなきゃいけないですけどね、はい、電源ユニット変えるときだとか変えなきゃいけないですけど、はい、それでほぼね10年は戦えますよ。10年は、10年は戦え、はい、2年経ったら、はい、やばそうなパーツは変えちゃうんですよ、はい、壊れる前に、はいはい、でそういう風にすると、まあ、10年は戦える。10年は戦える、はい、本体ケース気がついたら10年変えてなかったなっていう。そうなんですか。いやいや、なことないです。変えてますよ、それ。はい、たくさんケースもお持ちっぽいですもんね、はいはい、ということで、そろそろ、あら、今日のまとめのお時間ということで、監督から指示が来ました、はい、はい、まだはい、ムームーとかニャーニャーとか耳の話もしておりませんが。それは、まあ、そうですよね、聞きたかったな、いやいや、心にもないことになってね、早く終わりたいと思ってるでしょ、そんなことないですよ。これ今皆さんでチャットメッセージをガンガン送っていただいて、はい、サーバーを落としていただきたいなっていう。だってこれもう終わったらあれですもん、はい、私コンビニでビール買ってホテルで飲んで寝るだけですからね。いやいや、いえいえ、そこはお返しいたしませんよと。はい、ちょっと延長をこう言ってはる方もいらっしゃいますけど、まあ、ちょっと今までのまとめの話ということで、はい、はい、日本橋ですね、日本橋、はい、それから秋葉原、はい、やっぱり状況は似てるとは思うんですよ。そうですね、はい、でまあ、オタク系のショップが増えましたで、はい、オタク系のカルチャーを否定するつもりは毛頭ないので、もともとオタクですから、はい、これ大事ですね。あら、チャットが消えた。あれ、そっちはついてます。うん、ありゃ、まあ、はい、ちょっとこちら切れただけですね。はい、はい、で、はい、オタクのその、はい、カルチャー否定するつもりないんで、はい、どん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 共存じゃないですけど、そうですね、何かしら、まあ、共存っていう話でしたら結構、はい、アニメキャラがそのメーカーごとにできたりとかはしておりますね、うちのワンゴちゃんもそうですね、はいはいはい、かわいいキャラ、まあ、萌えキャラって言われてるやつ、はい、あとそれからそのアニメの方の、板 PC ですよね。そうですね、ありましたね。そういうのもどん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 こう取り込んでって、はい、まあ、みんなで楽しめればいいのかなっていうふうに思いますしね、はい、でまあ、あれですよね、あとそのガシェットパーツに関しては、はい、まあ、無視はできないでしょ、やっぱりそのスマートフォンでありタブレット、そうですよね、で今ちょっと各社、まあ、パソコンとの連携でつないでいこうかなって思われてるところもあるのかもしれませんけど、いまいちちょっとパッとしてないかなという感じですね、うん、ただこれからおっしゃってたクラウドコンピューティングというので、はい、CPU だけ自宅のパソコンで使って、はい、表示だけスマホでするみたいな、そういった使い方がどんどんできるようになれば、それも一つのね、姿だと思いますし、はい、例えば10年後にはい、家帰ったらキーボードが置いてあって、はい、そのキーボードの脇にマウスがあってって昔ながらのやつなんだけど、はいはい、キーボードのその前のところのスロットに、はい、例えば iPhone X かなんかをこう、はいはい、サクッと刺したら
あの、はい、目の前の42インチのテレビにその画面が出て全てできますよっていうのがあっても別に驚きはしないですよね。そうですね、今でもあのそういった試みはちょこちょこありますしね、はい、そうですね、 ASUS の、はい、ASUS のあれですね、はい、何でしたっけ、パッドフォンですね、パッドフォンですね、はい、パッドフォンインフィニティ買ってきちゃいましたからね。そうですね、買えてましたね。そう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 、 うちの、スタッフもあのパッドフォン使ってるものがいるんですけども、あれは便利だなと、おっしゃってましたね。あれもだから ASUS の方もやっぱあれ力入ってるんですよね。パッドホンの初代が出て、パッドホン2が出て、はい、パッドホン2までは確か日本で売ってて、はいはいはい、インフィニティはまだ間に合ってないのかな、まだ出てないですね。来てないですよね、日本語バージョンはね、はい、出てないですけど、まあインフィニティ3代目が出てますんで、はい、あそこは一つ可能性を認めてるんでしょうね、 ASUS がね。そうですよね、あの結構正統派に見えて変化球を投げてきてますよね、クレイドルがテレビの前にあって、はい、そこにボコッと挿して、はい、あとはワイヤレスキーボードでチャカチャカやるっていうパターンだってそうですね、ありですから、はいはい、でまあそういうふうなガジェットの力、そのガジェットのその PC に対する融合っていうのも当然あるでしょうし、はい、ただ PC もそういった意味で私今言葉として負けていないよっていうんだけど、はい、戦ってるわけではないので、そうですね、はい、あの PC もどん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 進化してますから、そうですね、某ドスブイパワーレポート編集長のですね、全部言ってませんか、エスキさんという人が、はい、まあ佐々木っていう人なんですけど、あ、言ってますね、もう言ってたんですけど、はい、要するにね、自作 PC こと自作 PC なんですけど、はい、PC 全体じゃなくてね、はい、あの先鋭化するしかない、要するに、ね、とんがった、はいはい、例えばスペックにとんがる、はい、デザインにとんがる、はい、で周り振り切ってもいいぐらいの気持ちで行け、はい、行こうぜっていう、はいはい、もうそれが一つその要するに自作 PC の生き残る道で、ほらメーカー製の PC でそんなことやったら大変なことになるじゃないですか。そうですね、はい、皆さんに合うように作ってらっしゃいます、ね、ただ要するにこのとんがった PC のその周辺に、はい、いろんなメーカー製の PC があったり、その、はい、ショップブランドであったり BTO マシンであったりっていうのがあって、はい、BTO マシンなんていうのはそのオーダー次第ではとんがったこともできますよみたいな、はい、はい、あのワンズさんもぜひお願いしたいですけれども、はい、ね、はい、とんがったとんがったマシン、はい、とんがったマシンにはとんがったパーツも欲しいですよね。そうですね、はい、本体ケースの色何にしますって言われたら金色って言ったら、はい、金色ですね、はい、そういう世界でそうですね、はい、やっていただければなと、はい、いろいろケースもいろいろ新しいの出てきてますけど、ちょっとね昔に比べるとやっぱりちょっとあの、うん、とんがったパーツっていうのがパーツ自体でちょっととんがったパーツなので作りにくいっていう事態になってるんですけども、はい、それでも面白いパーツは続々と出てきてますし、はい、それに付随するパーツもどんどんできてきておりますので、まだまだ見どころはたくさんあるんじゃないかなと、はい、そうですね、従来の形で、はい、そのまあ、私もあのライティングとかなんとか含めて、はい、あの商売っていうかやってて、はい、で多分そのショップの方っていうのもその従来タイプっていうものが、はい、あのやっぱり残ってると思うんですけど、これがその例えばニーズの多様化に対応してで、フルオーダーメイドとかなんとかっていうのが、はい、例えばポン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 とウェブで注文したら、はい、例えば3日で来るとか4日で来るとかそういう世界であったりとか、はい、あのそういうものっていうのはそのニーズの多様化に対応したビジネスっていうものが広がってきたら、はい、もしかしたらあのこう変わってくる可能性はどんどんあると思うんですね、はいはい、勉強になります。いえいえ、めっちゃございます、はい、メモですよ、メモ。いやいやいやあれですよ、ちょっとあの革張りのケースが欲しいなとかね、はい、革張りの PC ケース、 PC ケース、はい、昔作ったんだ俺高くてさ、本物が、はい、本物の革使われる。いやいや、だからあのフェイクの、はい、やつ貼って、はい、いまいちだなと思ったね正直なとこ布も貼ったし布も貼ったし、はい、もうありとあらゆるも貼りましたから、はいはい、水とか入れたりとか、水とか入れたりスルメっていうのもね一応考えたんだけど、スルメで何をするんですか。スルメ貼るんですよ。スルメを横にペッペッペッってですか。スルメで側面パネル作るとかってやったんだけど、はい、臭いのと、そうですね、臭いですよね、臭いのと、あとねスルメって意外と硬くてね加工しづらいんですよ穴を開けてマザーボード取り付ける穴をつけてっていうことですか。まあそれ、あ、 NUC で今度やるかあ、いいね、おっと、企画がここで、そうですね、はいまあ、そんな感じでございましてですね、はい、まあ、話せって言われたら一晩中話せるぐらいの、はい、確かにそういうことで話題の尽きない世界っていうのは、そうです、要するにネタが尽きないということですから。ネタは尽きないですね。尽きないですよ。いくつにもなっても、はい、だからそれにどういうふうに対応していくかって話なんで、そうですね、
ビジネスとして、はい、もしくはそのメディアとしてってことになるんで、はい、あのまだまだやることはあります。だからそれをちゃんとやっていくということですね。そうですね、はい、さらに今あのご覧になられているユーザーさんたちもね、うん、よかったらお話の方お伺いできましたら、あのこういった形ででもね、はい、あのいろんな方にあのお願いとかする機会もありますし、うん、まあ、もう当店特にあのマザーボードのメーカーさんよく来ていただいてるんで、うん、はい、その方たちにはよくよくあのユーザーさんこんなことをおっしゃってるんですよっていう話はさせていただいてますんで、ちょっとあの形にはなかなかならないんですけれども、それでもあの声は届いてますし、ね、いろいろな提案、あの、まあ、我々そのライターだとかあのそういうことでやってるとですね、あの1000提案したら、はい、あの1か2か、はい、通ればそれでいいんですよ、はい、というのがあるので、確実にガン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 が絶え間なく絶え間なくヘクシッぶつけていってあのその中でこう、はい、一ついいものが来たっていう。だって昔あんだけそのマザーボード上にそのハイエンドなオーディオを乗っけるなんていうのはなかったわけで、そうですね、はい、それがあの今もう乗っけてきたっていうのは、それはニーズに対して応えたってことですから、はい、そうですね。このチャットのこの文字、お今日なんて真面目なんだこの二人、ちょっと待ってください、いやいや、ちょっと待ってください、僕はいつも真面目じゃないですか。いやいや、私もいつも真面目じゃないですかカメラ見ていってください。あ、なんでそしたら、はい、あれかい、その天下使ってびっくりしたみたいな話してる突然振るけど使ったことないです。あ、そうすいません、あれってあれなんかね、あれ使った後洗うのかね、あれそれとも捨てるのかね。普通は捨てるそうですよ。あ、そうですか、はい、でも洗ったら使えるの、もしかしてもう一回。そうされる方もいらっしゃるみたいですけれどもこれちょっとあの録画してない時に話してる方がいいかもしれませんね。ちょっといろいろ興味津々で私も、はい、はい、じゃあそれはちょっと後でまた機会がありましたら、裏技チャンネルで、はい、また機会がありましたら、今回の裏技チャンネルで、裏技チャンネルで、はい、あの使用実例も含めて、そうですね、録画してない分っていうのを生放送で見ることができますので、はい、あとあの、はい、あのエッチな DVD 売ってるお店ってのは、はい、明日何時ぐらいに開くんですか。行く気満々で、いや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 、一応参考まで、そうですね、あの日本橋と秋葉の違いを勉強されに行くわけですよね。10時ぐらい。そう、早いところはそちらぐらいですけど、大体11時ですね。はい、ちなみに秋葉原って開店時間ってどれぐらいになるんですか。はい、やっぱりあれですよ、11時ぐらいですよ。はい、閉店の時間っていうのは、閉店の時間は遅いところで8時って感じですかね。遅いところが8時なんですか。はい、そうですね。そんなに遅くまでやってないんですよ。あのまあね、店によりますけどね、はい、9時ぐらいになったらもうあれですね、はい、なんだかかんだかキーの前あたりぐらいしか人が、はい、なんだかかんだかキー、はい、違うわ、なんだかキーじゃないわ、はい、なんだかかんだか法廷、あ、なんだかかんだか法廷、はいはい、はい、の前ぐらいにワイワイやって、ね、ワイワイやって、はい、ちょっとあの秋葉原の人なのかなっていう人たちが、はい、あの中腰でしゃがんでおられて、しゃがんでおられて、あの喫煙などされておられたりとかっていうのも、まあ、よく見る傾向で、はい、はい、こういうダンスの練習をしているとかそういうのではなく、そういうのではない、そういうのではないと、はい、まあ、あのうわ、これ以上言っていくとですね、いろいろと、あの、はい、そうですね、駆られる可能性もあるやめてください、やめてはい、ということで、はい、ちょっとこちら生放送の方では以上となります、はい、なんか、はい、そうですよ、路上、あのね、千代田区は路上禁煙なんで、はいはい、あのなんだか金取られますんで、はい、あのダメですよ。それは言ってもいいじゃないですか。ああいうそのバイオレントな人たちは、はい、あの、はい、構わずやってるのと、はい、あと夜だとやっぱり監視指導員が回ってないんで、はいはいはい、いかんですね、いかんですね、いかんです、ちょっとそれは風景としてね、あんまりよろしくないですよね、はいはい、そうそう、はい、あのまあ決まりっていうかルールは守っていきましょうよっていう世界ですね。そうですよね、はい、せっかく皆さんが愛する秋葉原日本橋ですが、はい、そういったルールは守っていただければと思います。ルールを守って楽しいオタクみたいな、はい、世界で、はい、ぜひ、そうですね、オタクにもルールがある、そう、そしてちょっと自慢していいでしょうか。自慢させていただきます、どうぞ。じゃんじゃんじゃん、ワンザ様へということで、高橋俊也さんにサインをいただきました、はい、イエーイ、イエーイ、これはあのまだあの田村奈和さんの横の方にちょっと飾らせていただこうと思います。田村奈和さんの方が若干上なんで、いや、そんな、そんな上下っていう世界じゃないじゃないですか。いやいやいや、やっぱりね、あの、はい、あれですよ、芸能界はあの序列が厳しいんで、
芸能界というものではないですよね。はい、はい、はい、ああ皆さんサイン欲しいですか。という皆さんのお声にお答えいたしまして、こちらなんと高橋さんにサインをプレゼント用に頂戴いたしました。イエーイ。店の角が丸がったには、あれ上が入るのか下が入るのか、どっちが入るんだろうね。いえいえ、ということでこちら、あの本日のワンズチャンスのコーナーでですね、こちらプレゼント2名様の方にプレゼントの方させていただきます。本当にどうもありがとうございます。あのちなみに路上で捕まえてサインよこせって言ったら、あのもうバンバンしますんで、秋葉原で捕獲しないといけません、ね、日本橋で、あの構わず、ね、明日あのこの辺いらっしゃるかもしれないらしいですよ、エロディフェンディングここでワンちゃんの、はい、応募方法の作業、はい、ということでですね、では早速なんですけれども、お待ちください、こちら、はい、はい、プレゼントコーナーワンゼチャンス。はい、はい、ということで先ほどの、プレゼントのサイン色紙でございますが、はい、応募方法こちらでございます。じゃじゃん、はい、応募方法はこちらになります。受付は再来週水曜日夜いっぱいまでとさせていただきます。本日から2週間でございます。締め切りが8月8日水曜日23時59分までとなっております。メールアドレスこちら、ワンズアンダーバーチャンス at ones.jp、 ワンズアンダーバーチャンス at its-s.jp、 こちらのメールの方までお願いいたします。当選発表の抽選は再来週のワンズチャンネルにて行わせていただきます。上記のメールアドレスにメールのタイトルはワンズチャンス、ハンドルネームは必ず書いてください。発表されるキーワード、これから発表させていただきますキーワードを必ず書いてください。そしてこの中にご意見ご要望ご感想を添えていただきますと嬉しいと思います。はい、こちらの方、まあ、あのご感想ございましたら高橋さんの方にも送らせていただきますので、ご意見ご要望ありましたらぜひお願いしますということでですね、はい、わかんないですけど、はい、ついてこれから来週の放送の、そうですね、はい、ちょっとあのこのままの流れでちょっと来週の放送のちょっと紹介させていただきますので、はいはい、すいません、はい、来週の放送なんですけれども、はい、あ、ほんま、はい、おおおはい、この大惨事、はい、はい、いただきました、はい、まあ、いつものことですね、大惨事パート1ですね、はい、大惨事結構起こっちゃいましたけど、今日は、はい、このパーツを見て、皆さんすでにお気づきかもしれませんが、水冷パーツ毎年夏に行わせていただいております。夏の大、冷却祭りでございます。空冷ついでいろいろございますが、高橋さんの顔が隠れてしまうぐらいになっておりますが、こちら私がこれから検証いたします。こちらの方ですね、CPU クーラー各社、代理店さんにご協力いただきまして、こちら異常の製品で、CPU クーラーの性能を測っていきます。リンクスさん、サイズさん、クーラーマスターさんに、ご協力いただきまして、こちらの方を、調べさせていただきます。今回なんと12センチ ×24 センチの水冷簡易水冷クーラーを3つ検証してしまいます。頑張ります。はい、これなかなかまた大変なんでございますが、はい、こちらエナマックスの ELC240、 そして、コルセアの H100i、 そして、セイド240M。 こちらまだまだ情報が少ないもんでございますが、私ちょっと頑張って撮っていきます。そして、私も大好きなクーラーマスターハイパー212エボ、そして、グランドカマクロス B ということで、そしてここからが大事です。来週の放送、これを、私がそのままチェックするんですけども、それをそのままプレゼントでございます。えっ、すごくないですか。サイズさん、リンクスさん、CM インダストリーさん、本当にありがとうございます。はい、ということで来週の放送をまた見てくださいというのが来週の予告でございます。プレゼントですよ、プレゼント、はい、はい、お片付けの時間でございます。はい、はい、あ、すいません、ありがとうございます。何をしました、はい、
どうですか、気になるクーラーありますか。12センチ の、 その電動ファンで、はいはい、あの水冷って結構きたのが、はい、なんかもしかして14センチいくっていうのがね、あそうですね、ありますあります、ちょっとね面白いところなんだけど、はい、12センチはポン付けが結構簡単にできるんで、そうですね、簡単にできます。ただしそちらの方はかなりケースも選びますので、はいはい、いけそうなケースも私の方で調べさせていただきます、はい、それには、ね、やっぱりノウハウでありスキルでありそのショップの方の経験値なんで、はい、ぜひですね探してみていただいて、はい、はい、ぜひぜひどうぞ、ご覧ください、はい、はい、ではですね、ついにこちらでございますか。あちょちょっとあはい、あごめんなさい、はい、プレゼントの方でございます。あのプレゼントの、キーワードは番組最後の方に お知らせいたします。そしてこちらのコーナーでございます、滑り込み製品紹介でございます。こちら新製品の方を紹介するコーナーでございますが、今日はちょこちょこお見せいたします。まずこちら、じゃん、特化品でございます。ハートマーク USB ミニファン、ちょっとこちらの方に入っているんですけども、はい、プラスチックでできた USB ミニファンでございますが、なんとお値段180円でございます。ネット通販ではユーザー会員特価となってございますので、ぜひぜひ登録してください。180円 USB ファンでございます。机の横にいかがでしょうか。そしてちょっと新製品でございます、待望のジャンブルーブルーカラー、そして前を向けるとキーボードでございます。そしてこちらの方、ね、はい、こちら、あ、ありがとうございます。はい、はい、ロジクールの、はい、キーボード K290 有線キーボードでございます。で、ちょっとこちら、アップでございます。はい、今話題のアイソレーションキーボードプラスこちら、パームレスト、そう、それがついてます。そして、こちらの方、結構いい重みがあるんですよ。ちょっと持ってご覧になりますか。あ、いい感じですね。はい。はい、これ新製品で K290 って言うんですけれども、はい。本当だ。これいい感じの重み。ですよね。で、裏が青くてかっこいい。はい、で、シンプルでかっこいい。はい、そして、打ち味なんですけど、ちょっと叩いていただけますか。うん、あ、これは、なんつったらいいのかな。ノード PC で使ってる人は逆にこっちの方が慣れたりね、はい、そうですね、感じの、はい、一番最後がすごく柔らかくて、そして音がしない、はい、すごく不思議な感覚になります。メンブレンなんですよね、多分ね。そうですね、メンブレンって書いてましたね。で、ちょっと音が本当にならないんですよ、うんうん、はい、夜こそこそとこそこそとこそこそとするときにはいいかもしれません。こちらの方でかっこよくて性能も良くて重みもいい、はい、このキーボード K290でございますが、なんとお値段1880円でございます。持ってけいやいやいや、はい、そうですか、はい、でこちらの方店頭の方で展示の方もさせていただきますので、ぜひご来店の際は触ってみてください、はい、K290 安いですよ。安い、はい、そして、プロフェッショナル向けなあなたにはこちらでございます。以前、レーザーをご紹介する回で、ご紹介させていただきましたレーザーブラックウィドウ、うん、こちら雲の怖い毒蜘蛛の名前ですね、はい、黒い未亡人、黒い未亡人、かっこいいですよねよくわかんない、はい、まあレーザーですから ね、 そうですね、物はもう、はい、いいことはもう決まってるんで、はい、物がいいと決まっていると高橋さんにもお墨付きをいただきました、はい、レーザーのこちらブラックウィドウでございますが、なんと日本語配列のモデルが出てきました。おこちら日本語、ちょっと待って、はい、ちょっとパッケージはそうでもないですけど、そうですね、はい、パッケージ違いますけど、はい、なんか日本語あるからね。そうです、日本語配列でございます。素晴らしい、エディション JP って書いてますね。こちら新発売でお値段の方9380円。あ、まあ、これはそうですよね、このお値段しますよね。これ実際いいぐらいの大きさですもんね、こちらの方、僕叩きたくて仕方がないです。これはもうゲーマー、もうゲーマーで、そのゲームだけじゃなくて、はい、こう普段こう文章を書くのにも、はい、多分ね絶対いいんですよ。そうですね、はい、気持ちいいですしね。そうなんですよね、はい、ということで、素晴らしい、はい、あ、俺風していいっすか。はいはい、ということで、当店のパソコン自慢グランプリというのがありましてですね、はい、俺のフルカスタマイズを見てくれよ俺フルという、ほうほう、企画がございまして、はい、俺フルシーズン2となりました第2回ですね、はい、当店にてフルカスタマイズ PC をご購入、つまり
組み立てサービスを利用していただいたお客様が全員参加できるワンズオリジナル企画でございます、はい、さらに、当店で買われたパソコンパーツで組まれたパソコンでもご参加いただけます、うんはい、そしてご参加ご応募いただいた方には全員もれなく1000円分のクオカードを申請してございます、うんうん、そして、参加方法は Facebook の方こちらの方に、書いてございますので、うん、ぜひぜひご覧ください。で今週のオレフルのお時間でございます。今日紹介させていただきます。ちょっとお待ちくださいね。はい、おこちら新オレフルシーズン2、マサル008様のフルカスタム PC の方ご紹介させていただきます。ありがとうございます。じゃあ Z9 プラスでございますね、はい、人気のケースでございます。 PC 名モアクリッシュ。モアクリッシュ。モアクリッシュ。いい感じですね。モアクリッシュですね。はい。こちら、パソコンの中の写真を送ってきていただいてますけれども、こちらは、カブトですかね。うん、新しいカブトですね。サイズさんのあれですね。はい。で、CPU、グラフィックもありますし、うん、アンテクの650ですかね、この写真は。はい。CPU ファン、カブト2。そして CPU は、ハズベルですね。ハズベル 4770K、はい。使っておりますね。そして、ケースは Z9 の U3、 マザーボードはアスロックの Z87 プロ3でございますね、うん、正規代理店品、はい、わざわざここまで書いていただいてありがとうございます、はい、650でやってるんですね、あの電源ね。そうですね、はい、EA650 は、はい、グリーンと書いていて、省電力モデルに見えがちなんですけど、うん、かなり 12V のパワーが強いので、グラフィックカードの、 結構なものもつけて使えるという代物でございます、はいはい。裏面配線もかなり綺麗にできてますね。配線きっちりきてますね、はい、でここの Z9U3 ならではのこちら、はい、CPU の裏のボードに、センサーをつけてで熱を測ることができるというのをしっかりと利用していただいてますね、はい、素晴らしい、はい、この辺綺麗にされてますよね、うん、はい。オレチェキケース内部の温度が高くならないように構成を組みました、うん、素晴らしいですね。はい、オレコメコストパフォーマンス重視ということで、これはかなりコストパフォーマンスが高い構成で、いやコストパフォーマンス重視しているのにプラスその、はい、かなり丁寧に作業されているんで、そうですね、非常に好感が持てる、はい、雰囲気ですね。ありがとうございます、はい、なんと高橋さんにコメントをいただきました、ありがとうございます。はい、ということで当店にもいろいろこんな自作自慢グランプリというのをやらせていただいているんですよ。ぜひですね自慢していただきたいっていうところですね。そうですね、はい、もう、自慢してそれをみんなでこう楽しむっていうチャンスで、はい、やらせていただければと思います、はい、ではちょっと番組の最後となりましたが、ついに、はい、高橋俊哉さんのサイン色紙プレゼントの、キーワードの方紹介させていただこうと思います。こちらの本日のキーワード、高橋さん来たということで、はい、こちらの方ML の方に、投稿していただきましたら、こちらの方抽選再来週させていただきますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。北はカタカナでございます。北はカタカナでございます。気をつけていただいて、はい、はいはい、ということで、はい、本日はいやいやこちらこそ来ていただきまして誠にありがとうございます、はい、めちゃめちゃ楽しかったです。出だしでぶっこけるかと思いましたけどもいやいやあれは難波でしたっけ、難波の駅を降りたときに、はい、俺どうなるんだろうと思いましたけど、はい、まずね何をたどり着けたことを喜びたいと思いました、はい、たどり着いていただいてありがとうございます。いやいやありがとうございます、はい、いやもう実際お会いして本当に、動画で見たまんま の,、はい、気さくな方で僕は本当に、はい、嬉しかったです。実際裏では気難しいっていう、はい、そんなこと思ってませんよ。とか言ってよくわかんないです。まあまあそれ置いといて。はい。はい、まあ本当に私の方もですね、楽しかったし、その、はい、日本橋の方ですね、はい。日本橋の方でですね、ぜひですね、やっぱり地味に活動をやっていくのが一番大切だと思ってますんで、はい、またですね、機会があったらですね、ぜひ呼んでいただいて。あ、もうそれはこちらからお願いしたい。